はい、こんにちは、116インズです。韓国開幕戦に間に合わなかった順位予想、今回は NL 編です。昨年は見事なまでに惨敗に終わりましたが、今年はありがたいことに本も出版させていただいたわけですから、毎年言ってますけど今年こそ頑張るぞということで、それでは NL の予想も見ていきましょう。まずは NL 東地区。昨年は2022年と同様、ブレーブスとメッツによる熾烈な優勝争いになるかと思いきや、メッツが沈んでしまいましたんで、ブレーブスがぶっちぎりの地区優勝となりましたが、今季も大きく構図は変わらず、優勝ブレーブス、2位かフィリーズ、マーリンズ、メッツ、ナショナルズと予想します。ブレイブスのロースターの完成度については地区内どころか MLB でも屈指のレベルでしょう。昨年の MVP やクーニャ、オールソン、ライリー、オルビーズといったチームでシーズン MLB 最多タイ記録のホームラン数をマークした打線はほぼ昨年から残り、ここに新加入のケルニックあたりがブレイクでもすればいよいよ隙がありません。投手陣を見ればストライダー、フリード、モートンの3本柱を誇る先発陣に、セールやロペスとシーリングの高いピッチャーたちを加え、マイナースタートのブライス・エルダーや AJ スミス・ショーバーもどこかでチームに力を与えてくれることでしょう。ブルペンも強力ですし、怪我人が続出するなど大きな誤算が複数ない限りは、今季も引き続きブレイブスは地区優勝筆頭候補でしょう。2位予想のフィリーズは目立った補強がなかったので、昨年とほぼメンバーは変わらず、大きく変わっていないからこそブレイブスをレギュラーシーズンで上回るのは難しいかもしれませんが、東地区の他3球団よりは優位な立場にいるでしょうか。ハーパー、ターナーとスター選手目白押しの打線は、時に個の力だけで苦しい展開を打開できますし、特にそれは近年のプレーオフでも発揮されているところ。投手陣では FA となったアーロン・ノラと再契約を結び、さらに先日エースのザック・ウィーラーとも契約延長となりまして、ダブルエース体制が当面継続となったのも明るい材料。今季もブレイブスが最も恐れるチームかもしれません。難しかったのは3位と4位の予想で、それぞれマーリンズ、メッツとしましたが悩みました。メッツがコンフ、ベテラン選手を結構加えまして、戦えそうなロースターとしてきましたんで、3位でもいいかもなと感じましたが、ただ新しく編成トップとなったデイビッド・スターンズは今季何が何でもプレーオフを目指しているわけでもないはず。 FA 目前の選手もかなり抱えており、ブリッジイヤー的な戦いになるかもなと。となるとシーズン途中多少勝っていても、トレードデッドラインを前に売り手に回る可能性も否定できず、後半戦以降沈む展開もあるかもなと。そこも考えますと、昨年プレーオフに出場し今季もそのつもりであろうマーリンズの方が最終的にまだ見込みがありそうかなと思った次第です。フルメンバー時の投手陣はなかなかですしね。ただマーリンズはマーリンズで、昨年フルシーズンで久々にプレーオフに出場したにもかかわらず、課題の打線補強にほとんど動かなかったばかりか、昨年パワー面でチームを支えたソレアが流出。地盤の投手陣もアルカンタラがそもそも今季全球濃厚のところ、この春故障者が続出する心配なニュースも続いており、すんなりとはいかないかもしれません。最下位予想ナショナルズはまだまだ投打に再建途中のチーム。昨年はトーマスやエイブラムスといった若手野手の活躍が光りましたが、今季どこかでウッドやクルーズといった現在 MLB でも有数の野手融合株がデビューするでしょうから、そこは楽しみですね。続いては NL 中地区。優勝候補と目されたカージナルスが昨年まさかの最下位に沈んだのが大きな誤算でしたが、今季の予想は優勝レッズ、2位かカブス、ブルワーズ、カージナルス、パイレーツと予想します。全体的に実力が拮抗している地区という印象で、どこが出てきてもおかしくはなさそうなだけに、今回はかなり願望込み、というかほぼそれでレッズの優勝予想としました。この春故障者がかなり出ていまして、さらに新人王候補にも挙げられていたノエルビ・マーテが禁止薬物使用で出場停止と、かなり幸先の悪いスタートとなってしまいましたが、ただフルメンバーが揃えば MLB でも有数のキラキラ眩しい若手野手を誇り、昨年以上の躍進にも期待ができそう。投手陣はまだ課題を残しつつ、最近球界のトレンドとなりつつあるスプリットにかなり力を入れていて、もともといいスプリットを投げるモンタスやパガンラを獲得し、ハンターグリーンも新たに球種に加えようとしていると。投手成績が少し上向き、トレードデッドラインを前に投手陣をさらに補強となれば、面白い存在になってもおかしくはないんじゃないでしょうかね。2位予想のカブスもなかなか興味深いチーム。昨年あと一歩でプレーオフ進出を逃してしまい、オフは思ったほど派手な補強には出ませんでしたが、それでもコーディ・ベリンジャーの引き止めに成功したのは大きく、先発陣には今までいなかったタイプとして今永選手を獲得、マイケル・ブッシュのトレードもなかなか美味しかった印象です。依然として先発の支配力に疑問は残り、今季優勝を狙うならどちらかといえば野手陣が牽引する格好にはなるんでしょうが、レッズと同じくらい今季楽しみなチームですね。昨年地区優勝のブルワーズは3位予想、2枚看板のバーンズがトレードとなり、ウッドラフは今季全休の見込み、絶対的クローザーデビン・ウィリアムズも怪我で前半戦はほとんど投げられなさそうということで、もちろんブルワーズはいいピッチャーを育成してくるチームとはいえ、例年よりも投手陣に不安があり、それを打線がカバーしきれるか少し怪しいかもなと。シーズン中にアダメスあたりのトレードがありそうなのもマイナスポイントかもしれません。球界内ではホリデーに次ぐ評価を受けるジャクソン・チョーリオが攻撃面で勢いをもたらしてくれたらいいんですが、どうでしょうか。4位予想はカージナルス。プロジェクションの評価は高く、特にゴールドシュミットとアレナドが復活し、さらに野手陣が概ね健康に過ごせればそうかもしれませんが、やはり少し気になるのは昨年崩壊した先発陣、ソニー・グレイ、ランス・リン、ギブソンを獲得し、イニングの計算は立つようになったと思いますが、いかんせんベテランすぎる面々ですので、内容をどこまで期待できるか、
個人的には前も言いましたが、そもそもグレイがエースというのも物足りなさありますので、彼にプラスしてエース格連れてきて欲しかった感はあります。今のところアレナド・ゴールドシュミットらがそこまで成績を戻さず、先発が昨年と変わらず苦しいままに終わってしまうのではと思う自分がいます。最下位予想はパイレッツ。投打に地区内ではまだもう一歩及ばない印象ですし、トレードデッドラインでの転売も視野に入ったロースターでもありますので、現時点で上位には押しにくいかなと。ただオニール・クルーズのブレイクやジャレット・ジョーンズ、ポール・スキンズのデビューを筆頭として、若手選手の明るい話題が多く出てきそうなシーズンの予感もしますので、昨年のカブスやレッズ的な躍進を見せる展開はあるでしょうか。そして最後は NL 西地区。昨年はややブリッジギアの感もあったドジャースを、変わらず大型補強の姿勢を見せたパドレスが上回ることに期待しましたが、昨年もドジャースが強いのは変わらず、今季も地区優勝ドジャース、2位以下ダイヤモンドバックス、ジャイアンツ、パドレス、ロッキーズと予想します。昨年やや一歩後退みたいな編成だったにもかかわらず100勝してしまったドジャース。そのチームにコンフ、大谷選手、山本選手、グラスナウなどなどスター選手がさらに加わり、これで地区優勝を逃す理由もないだろうというようなロースター編成となりました。ベッツ、大谷、フリーマンの上位打線の MVP トリオをトップに、いい選手が所狭しと並び、昨年やや苦しんだ先発には山本、グラスナー、パクストンと加え、さらにはカーショーとも再契約、金に糸目をつけず、とにかくコンフできる限りの補強を行ってきました。そんなチームなのになぜかベッツがショートを守ることになったりですとか、先発が少し未知数な部分も残ったりするですとか、まあ、そういった点はやや不安材料としてありますが、まあそれでもこれで地区優勝できなかったら今季は失敗、それくらいのチームです。2位は昨年予想外にリーグ優勝まで駆け上がったダイヤモンドバックス。チームの課題にコンフ着実に対処した印象で、サードには耐久面に優れるスラッガーのエフェニオ・スワレス、パワーソースとしてピーダーソンも加え、FA となったグリエル・ジュニアとも再契約、ガレン・ケリーに次ぐ先発が欲しかったところにはエドワルド・ロドリゲスを加え、ここにファートのブレイクも重なればなかなかのローテーションになるかなと。ブルペンは夏までにしっかり強化しておきたいですね。3位、4位のジャイアンツとパドレスの並びはどっちもあるかと思いましたが、オフの後半以降うまく補強を進めてきたジャイアンツを今年は押してみようと思います。スター選手にことごとく逃げられてきたジャイアンツですが、コンフは KBO のスターであるイ・ジョンフ、サンフランシスコでもホームラン量産できそうな長距離砲ホルヘ・ソレア、さらにはなかなか納得のいくオファーがなかったゆえに契約が思ったよりも遅くなったスネルとチャップマンも獲得し、オフの目玉級を複数人チームに加えたことで投打にアップグレードに成功した印象。特にローテーションはスネルが昨年の活躍を維持できるなら、ローガン・ウェブ、カップ、夏場以降に復帰予定のレイもいますので、充実の面々です。打線は補強してもなおまだ少し弱い印象は拭えませんが、リーグ平均くらいのパフォーマンスを見せてくれるだけでもチームが一気に上向く可能性はあるでしょうか。ペイロールの大幅削減に舵を切ったパドレスは、開幕直前にディラン・シースを獲得するなどサプライズもありましたが、全体的なデプスにやや不安が大きいところ、外野ほぼ未経験のジャクソン・メリルがいきなりセンターを守るなど、スターとそれ以外の差が激しく、ブルペンもスアレスにどうつなぐのか課題となってきそう。昨年は極端に不運だったことでチーム成績を落としましたが、今年は運を味方につけて地区内で上位進出を目指したいところです。プロスペクトが着実に集まりつつあるロッキーズは特に投手陣に課題が多く、地区内の他4球団と比べますとやはりまだ落ちる印象ですが、ただ昨年ブレイクしたノーラン・ジョーンズを筆頭にフルメンバーの打線は意外とやれそうな面々とも思いますので、昨年のような100敗は回避したいところです。ということで2回にわたって今季の順位予想をお届けしましたが、いかがだったでしょうか。今年こそね、本当に頼みますよということで、一つでも多く当たっていることを祈ります。皆さんの予想もぜひコメント欄に残していただけると幸いです。ということで今回の動画は以上としたいと思います。今後ですね、 MLB に関する動画を上げていきますので、興味のある方はぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。